みむら様です。今回はリスナーさんたちに、ね、よく言われることをちょっと言いたいなと思った動画にしました。女子校あるある投稿してるじゃないですか。でその女子校あるあるで男子校あるあるも作ってほしいみたいなことを言われまして、女子校あるあるはできるんですよ。なんなら僕も女子校だったし、知り合いも女子校多いんで、もう女子校あるあるをめちゃめちゃ言ってきて、もう女子校あるあるはもう死ぬほどあるんですけど、男子校あるある、もう男子校の友達、男子校の友達いない、ごめん嘘ついた、いる、友達じゃないけど知り合いはいる。知り合いで男子校のやついるんだけど、その男子校の子が言ってたのは、臭いって言ってたの。いや、こんな動画できないのよ。トイレ臭い、部室臭い、教室臭い、全部臭いみたいな、やばくない？男子校あるある、部室臭い、教室臭い、トイレ臭いとか、え、男子校に殺されるんじゃないかと思って、え、無理って思いました。え、絶対動画にしない。やめて、もう言わないで。男子校あるある、ちょっと書いて、お願い、男子校の人がコメントに書いて、それを動画にするから、コメントに書いてください、男子校の人、これあるあるやでみたいな。いや、絶対臭くないよ。で、ちょっと話変わるんですけど、僕高校生の時ね、死ぬほどびっくりしたことがあって、今でも忘れられないんですけど、食堂があるんですよね。友達と食堂行って、お昼ご飯食べようかなって思った時ね、後輩が食べてて、わー、今年はこんな後輩が入ってきたんだと思って、わーって見渡したら、耳の前で、ツインテールしてる子がいて、耳の前で、ここにツインテール、びっくりして、耳の前ツインテール、すごっ。Thank you.